こんにちは、にじこです。夜中にね、配信をして、昨日2個配信して、また今日も朝から喋りますねだってね、ちょっとズズさんから久しぶりにダイアリー届いてたしね、ちょっとこれ読ませていただいていいですか。こんばんは。ちょっとご無沙汰しておりました。いよいよヒートアリーナツアーも今週で終わり、あっという間の2ヶ月でした。本当にあっという間でしたよね。なんか本当にあっという間でしたよねびっくりするこの速さ。それからツアー中にもかかわらず、たくさんの出来事があり、たくさんの出会いもあった2ヶ月でした。そうだね、 Google Pixel の CM のね、あれもあったし、なんといっても Google Pixel CM からの萌えよミュージックビデオですね。今度ゆっくりここで書きたいと思います。今日は風が本編でザリガニの王様みたいになる前に、スタイリストの飯島さんにたくさんの素敵な衣装をフィッティングさせていただいたので、一部載せさせていただきます。ザリガニの王様やっぱりそう思うよね面白いね、ほんと。飯島さん曰く、コンセプトは風族の王様。なるほどね。いやー、本編と違うけど、これはこれでなんかいいですよね。この毛皮バージョンとかもね。この冠をもとに飯島さんと風のイメージ共有が始まり、そこから急いで制作していただき、実際に本編で使用した冠が届いたのが、あの森のシーンの撮影直前でした。本当に感謝です。そうなんだ、直前。いやー、もうこの制作された飯島さんも、もうとことんね、妥協せずにっていう感じで作られたんでしょうね。いや、素晴らしい冠ができましたよね、結果ね。監督もね、お茶目な関監督って監督もかぶってますけど、これ みんなやっぱり一度はかぶりたくなるものなんでしょうかズッツさんもね、かぶってましたけどね。はい、では明日お越しいただける皆様、よろしくお願いしますということでね。アリーナツアーですね。そうそう、風さんのインスタグラムに、代々木での、あの赤い何あれ、パーカーじゃない、赤いなんか着た風さんが映ってましたけど、広いですね、代々木私一回昔行ったことあるけど、ちょっとあんま覚えてなくて、ただまあ広かったなってなんとなくは覚えてるんですけど、いやー、福岡のキャパとは全然違いますね。ねえ、ちょっと、まあでも、それでも追いつかないぐらい見たい人はいっぱいいるわけでね。え、本当に行かれる方、楽しんできてくださいね。私も楽しみです。そう、そしてストーリーに、モッティさんの展覧会に行かれたっていうのが上がってましたね。まだ間に合うと思うので見てみてください。なんか、そう、モッティさんってあれですよね、風さんのグッズのデザインをされてる方ですよね。いろんなグッズのね、ね、どこでやってらしたのかわからないけど、まあ東京だから行けたのかな、リハの合間にね。なんと律儀な方でしょうね、本当に。いやー、本当、ね、今日グッズ買われる方、もうちょっと寒くなってきたんでね、あったかくして行ってくださいね。はい、では私は28日ね、ファイナル、そして夜9時からライブ配信をしますので、皆様よかったらご一緒してください。
はい、ではまた。